ハローミスターということで、今日はですね、久しぶりに雑談会ということでね、まあゆっくり聞いていただければなと思うんですけども、まあこのチャンネルですね、まあ、いろんな名前がありまして、今はアジアで嫁を探すというようなね、名前で落ち着いてるわけでございますけども、まあ、こういった名前だからかわかりませんけども、まあ、たまにね、いろんな意見をくださる方がいらっしゃいまして、まあ、前回のね、ライブ放送で、まあ、僕のこのね、チャンネルに対してのことだと思うんですけども、このようなね、ちょっとコメントをいただきましたので、まずね、ちょっとそちらを読ませていただきたいと思います。まだこんなことやってんの？タイ歴20年以上の俺から言わせてもらえば、タイで女探すなんて簡単なんだよ。お前は金もないし、女の扱い知らないから無理なんだよ。アジアで嫁を探すとか、俺なら一瞬でできる。そもそも日本人に相手にされないからだろ。俺は結婚歴あり。パタヤに俺は女ならいくらでもいる。ここにいる奴らも日本で相手にされないから、タイで夢でも見てるんだろう。俺は日本でもタイでも困らない。お前らと違って金も女も困らない。いやー、辛辣なコメントでございますね。というか、非常にネットリテラシーが高いというかね。ここまで言われるとね、もう申し訳ございませんと言うしかないようなコメントでございますけども。まあね、おそらくでございますけども、まあこの方もね、なんすかね、ここまで僕に何か言いたいことがあったのかどうかわかりませんけども、まあこのコメントに対してね、ちょっとね、僕なりにね、ちょっとこう反論していきたいなというかね、なんかこう意見を言っていきたいなというところでございますけども、まずね、タイ歴20年以上の俺から言わせてもらえればというようなところでございますけども、タイ歴20年とか、なんかその歴でマウント取ってくるのって何なのかなって思うんですよね。まあ、昔ね、僕もタイで会ったことあるんですけども、まあもちろん先輩だからそれはね、いろんな経験されてるんだと思うんですけども、なんかこのタイ歴で自慢してくるのってどうなのかなって僕思うんですよ。だから僕もタイに行き出して10年以上経ちますから、20代前半で行ってたからもう10年以上経ってるんですよ。そう考えてみれば、ただ時が経ってるだけだと思うんですよね。で、大事なのってタイで何をしてきたか、どんなことをして経験してきたか、どういうものを感じ取ったかっていうのが一番僕は大事だと思っていて、特にこのタイ歴でどうのこうのっていうのはおかしいんじゃないかなってまず思うんですよね。このチャンネルを見ている多分おそらくほとんどの方がタイ歴僕よりも長いし、もうね、詳しい方たくさんいらっしゃるんですよね。僕なんかよりもタイのこと詳しい方たくさんいます。でもそんな方々は僕に対してマウントを取ってくるっていう人はほとんどいませんよ。なのになんすかね、この言い方っていうのは。でね、そこは別にいいんですよ。もうそんなことはどうでもいいぐらいの話なんですけども、この文章を読み取るにね、そもそも日本人に相手にされないからだろうとか、まあそういった文章を読んでいると、おそらくね、どこかこの方はタイ人の方をね、タイ人の女性とかを見下してると思うんですよ、この書き方って。なんかこう、日本の方が上で、タイの人の方が下みたいな感じで僕は感じ取れるんですけども、なんでこういう書き方というか、こういう言い方をする人がいるんでしょうかね。まあ、どこかしらで、おそらく、こう、見下してるってのは、まあどこかしらっていうか、この人の書き方だと、もうおそらく金があるから、金で何とかすればいいだろうみたいな書き方だから、すごくね、なんかこう、アジア人の女性の方というか、タイ人の女性の方だったりを、すごくなんか侮蔑的な発言してるなっていう、すごい読み取れるんですよね。なんかそれも、すごく許せないなというか、まあ僕は、僕なりにタイで、長年生活してきて、何年か生活してきて、感じ取ったことっていうのを、元にね、そういったことを元に、このね、チャンネルをしてるわけで、なんで、まあ、アジアで嫁を探すとかっていうふうに言ってるかっていうと、もちろんちょっとね、半分おふざけで名前つけたところもあるんだけども、これね、ちゃんと理由があって、
私が数年タイで生活をしておりまして、一番ね、こう胸に思ったこと、感じたことっていうのが、タイ人の方の家族愛なんですよね。本当にタイ人の方の家族愛っていうのがですね、本当に非常にね、もういいなって思ってですね、このような、タイトルにしているんですね。まあそういうふうに思うきっかけになったことっていうのが多々ありまして、もう私ですね、学校で先生をしていたことがあったんですけども、その先生をしていた時にですね、ある女子生徒の方がですね、漫画を持ってきて僕に質問してきたんですよ。先生ちょっとこれ教えてくださいって言って見せてもらったんですけども、まあそのシーンはですね、その漫画のシーンは、ある女の子がですね、自分の家でお父さんと同じ洗濯物に、洗濯を一緒にしたくないと。あと、お父さんが入ったお風呂に入りたくない。その後にお風呂に入りたくないっていうことを、お母さんとちょっと喧嘩しながら言い合ってるようなシーンだったんですけども、これを見たタイ人の女子生徒が、これなんでなんですかっていうふうに言ってきて、なんでなんだろうって僕も思いまして、これなんでなんだろうって。でも、僕が読むと別にそれ普通のシーンだから、日本では普通のシーンだから普通に飛ばしていたんですけども、タイ人の女子生徒からすると、それってなんでなんですかって、なんでそういうふうに思うんですか、お父さんの扱いってなんでそんな扱いなんですかっていうふうに言われて、でも俺はこういうのって若い女の子だと普通なのかなっていうか、これ別に日本だと普通のシーンだからっていうので、なんとも答えられなかったんですけども、実際これが普通って思うのってちょっとやばいなって思ったんですよね。こういうお父さんの扱い方が日本は普通なんだって思った時にちょっとビクッとしたんですよね。あ、これがでも日本の普通なんだって思って。タイはですね、お風呂に入る文化っていうのがないわけじゃないですか。だから、お父さんがこう汚いんだとかって、臭いんだって思ってるっていう風に言うのが分かんないのかなみたいな話をしたら、だいぶそこでですね、授業が炎上しまして、お父さんが臭いって思うんですかとか、お父さんが汚いって思うんですかみたいなことを言われて、もうすごい胸が苦しくなってね。でも、なんでこういうことを思うんだろう、なんでこういうことが漫画で書かれるぐらい普通っていうか、これが普通って言ってる日本ってちょっと普通じゃないよねって思って、すごくね、こう胸を打たれた日があったんですね。そして、あとですね、タイではですね、まあ父の日、母の日ってあるんですけども、僕と同じ年ぐらいの男の子がですね、毎年母の日になるとお母さんと一緒に写真を撮って、それを Facebook に投稿するんですよ。で、女の子も、年頃の女の子もお父さんと一緒にハグしながら写真撮って、それをね Facebook に上げたりしてたんですよ。最初僕がタイに行った時、それを見た時にちょっと気持ち悪いなと思ったんですよ、一瞬。なんで母ちゃんとこんな抱き合って写真撮ったりするのって。でもそれは僕が日本人だから、日本の文化ってそういうのがないから変だなって思ったわけで、でもタイの人たちからしたら、そういう風にするのが今タイの人の文化になっていて、まあ、全員が全員じゃないですけども、ほとんどの方が一緒に写真を撮って、それを Facebook に投稿してね、でそれを何年も僕は見てきたんですよ。それを見ているうちに、あ、本当にお父さんお母さんのこと好きなんだろうなっていうのも読み取れたし、例えばご飯を食べに行きます、一緒に飲みますって言った時にね、お家で飲みますって言った時も、お父さんお母さんだったり、おじいちゃんおばあちゃんだって一緒に来るんですよ。でそこでおじいちゃんが俺らの恋愛話に入ってきたりとかね、お父さんがそれに対して入ってきたりとか、もうなんか僕覚えてるんですけど、いつもお母さん連れてくるやつがいたりして、なんでお母さん連れてくんだよみたいな人もいるんですよ。でもなんかそういうのをこう長年こう経験したことによって、タイの家庭って非常にあったかいんだなって思ったんですね。もちろんそういう家庭だけじゃないのももちろん大前提として言っておきますけども、でも大多数の方、僕の周りの友達の方たちはみんなそうやってね、お父さんお母さんを大事にして、なんかこう生活していたっていうのにですね、すごく胸を打たれたというか、自分がもし、結婚をして家庭を持つとなった時にどっちがいいかなって考えてみたんですよ。もちろん日本っていうのは子供が自立して親離れするっていうのが大前提ね、それが普通なのかもしれないけども、タイの普通っていうかタイの文化で考えれば、大人になったとしてもですね、親は親で、親を敬ってね、親を大切にして、だからお父さんお母さんにね仕送りをしたりだとか、そういった文化がまだあるわけじゃないですか。
で、僕はそういうのを目の当たりにしてですね、非常にタイの家族愛に、深く感銘を受けたんですね。もし自分が子供を産んだら、自分が、家族を持ったら、こういう家庭を持ちたいなってすごく心から思えたんですよ。だからそれで僕日本に帰ってきて、自分の同級生の周りの家庭なんかを見た時に、やっぱりあ、これはタイの家庭の方が俺はいいかなって思えたんですよね。本当にみんながみんなじゃないですよ。みんながみんなじゃないですけども、僕の周りの友達、日本人の友達はなんか冷え切った家庭も多いなっていうのも感じるし、なんていうのかな、おそらく、こういう方、もし僕がタイ人と結婚するとかアジア人の方と結婚するって言ったら見下してくると思うんですよ。そういう思考の人たくさんいますから。でも僕の中では、ね、見下すポイントとか全然なくて、もちろん面白いことだったり変なことってたくさんありますよ、そのタイ人の方と結婚したりすると。でもそれをトータル含めて楽しいし、自分がやっぱり好きだと思ったり、自分がいいなと思ったことに挑戦していきたいなと思う、飛び込んでいきたいなと思うんですよね。そして大前提、そもそも日本人に相手にされないからだろっていうところはもう認めます。相手にされません。でも僕は海を越えれば相手にされる国っていうのがあるんだなっていうのを発見しただけでも僕は価値だなと思っておりまして、ね、だって日本で女の人にモテないから、男の人にモテないからってうじうじしてずっとね、行動に出ない人ってたくさんいると思うんですけど、僕はそういった相手にされる国があるんだ、こういう国があるんだとかね。でもそれは多分こういった方は金があるからだろうとかそういうふうに言われるんだけども、僕金がなくても、もう本当に金がないような貧乏人みたいな生活してても楽しめたっていうのがあるので、自信を持ってね、それはね、僕大丈夫だって思えるので、なんかそういうね、金がどうだろう、金があれば大丈夫だ、すぐできるみたいな考えってのも全然違うなって僕思いますし、大前提としてね、そのタイの家族の温かさだとかそういったものに触れて僕は、いいなと思ったから、タイ人の方、アジアの方となんかこう家庭を作りたいなと思ったんですよね。でそれに多分共感してくれる方っていうのもたくさんいらっしゃいますし、おそらく僕の周りもこういう田舎町だから、おそらくそういうので、差別的なことだったり、そういったことを考える方っていらっしゃると思うんだけども、別にそういった声っていうのは僕気にしないと思うんですよ。気にしないし、だからこそこうやってね、共感してくれる方一人でもいればね、僕はそれでいいなと本当に思ってるので、YouTube なんかこういうのを通してですね、そういったものに共感してくれる人っていうのを一人でもいてくれれば、それはそれで僕は嬉しいなと思うわけだから、こういう何も僕のこんな弱小チャンネル捕まえてこんなね、なんかこう文句言うことないのになって思うんですよね。そしてこの天一さんに一つ言いたいのは、パタヤに俺は女ならいくらでもいるみたいなことを書かれておりますけども、おそらくパタヤで夜の仕事をされている方だったり、そういった方だと思うんですよね、まあ、勝手な想像ですけども。でもそういった女性の人たちもなぜそういうお仕事をしているのか、なぜそういうね、あなたからそういったお金をいただいているのか、そのお金をどういうふうに使っているのか、そういった大前提のお話をね、分かってもらえればなと思いますね。それはやっぱり家族愛であったり家族を思う気持ちなんだよっていうのをね、その辺まで分かれないのかなと、タイ歴20年で、いやそれはちょっと言い過ぎですけど、でも自分のためにお金をね稼いでる方っていうのはもちろん大前提そういう方も多いですけど、やっぱり家族を養うためにね、兄弟だったり家族を養うためにそういうお仕事をされているっていう方が多いんだよっていうこともね、分かっていただきたいなと思いますね。だからそういう方がね、多いですよ。だからそういったところことをね、分かっていればこういった発言って軽はずみに僕はできないんじゃないかなと思いますね。なんかこう完全に見下してますもんね、この方はね。
そんなところでですね、まあ、僕は、なぜタイで、嫁さんを欲しいとかそういうふうに思ってるかっていうと、まあ、正直楽しそうだなっていうのが一番ですよ。ね、で楽しそうだなって思って、お前やめとけよって大変だぞって言われるのはもちろんわかります。僕も見てきました。40、50になってですね、向こうの方でタイ人の20代の女の子と結婚するとかって見てきました。でも失敗する人もたくさんいました。もう成功する人もいますし、失敗する人もたくさん見てきました。でもだからこそ、そういった失敗を見てきて一緒に勉強していく。最近出してませんけども、何かこうね、お店を出したり、なんか一緒になんかやってみて一緒に共存していくみたいなやり方だったりとか、そういったものを何かこう勉強していくようなチャンネルになっているわけじゃないですか。すごく、まあ、ニッチなこと言っておりますけども、でも何かどこかで、ね、きっとね、このチャンネル見てる人もおそらくこういう天地さんみたいな考えだった人もいると思うんですよ。でもどっかで今までそういったね、そういう遊び、夜の遊びだったり、そういったものだけをしてきて、どっかでそろそろなんか違うなというか、なんかこれって本当にタイの良さなのかなみたいなのを気づく方が多くなってきてると思うんですよ。いろんな情報がねあるわけだから、あれ俺が思ってたタイって違ったのかなって思う方がたくさんいらっしゃると思うんですよ。僕もタイに住むまでは分かんなかったわけですから、僕もタイに住んでみて分かったわけだから。でもタイの本当の良さだとか、タイ人の本当の優しさだとか、そういったものっていうのは僕も住んでみなければ分かりませんでしたから、だからそういったものを皆さんに僕を通じてね、何かこう発信できたり、ましてやこう僕もまた家庭持ちたいんです、40、50になって60になってでも家庭持つの諦めてませんなんていう方がいればね、そういう方どんどんね、僕は増えていっていただければいいなと思いますし、そういう方と一緒に頑張っていきましょうっていうようなチャンネルだと僕は思っているので、ね、なんかこうタイで夢でも見てんのかって言われるかもしれませんけども、夢ぐらい見させろよというところでね、夢も見ないで何すんだよっていうところでございますから、まあいくつになってもですね、夢を諦めずに行きましょうというようなチャンネルになっておりますので、まあそれにね、共感していただける方はぜひ、残っていただければなと思いますし、このようにね、わざわざアンチコメントをする必要はないと僕は思いますので、そういういろんなチャンネルがあるわけだから、そういう共感できるところに行けばいいわけですからね、まあそんなところでちょっとね、真面目に語ってみましたけども、少しはね、僕の考えだったり思いっていうのは伝わったかなと思いますのでね、ぜひ、まあ、参考にしてみてくださいというわけではないですけども、少しでも伝わればいいなと思っております。はい、ということで、まあこういう方大変だよね、正直ね、老害っていうのこんなこと言っちゃ悪いけども、でもなんかね、ないじゃんこんな言い方すんのは、なんかもう全てに対してリスペクトがないっていうか、どういう育ちしてきたのかなって思っちゃうわけですよ、どういう感覚なのかなって思っちゃうわけなんですけど、もうまあまあそれは人それぞれね、考え方っていうのがありますから、ぜひね、天一さんも何かあればコメント書いていただければなと思いますし、ね、言うだけ言ってなんかこう何も言わないっていうのも何かなと思いますので、ね、こういう思いがあったからこういうコメントしたんだっていうのがあればね、言っていただければなと思いますしね、まあ、そんなところで雑談会でね、どうでもいいような話になりましたけども、まあまあまあすいませんでした。まあまた何かしらいろいろね、動画の方でお伝えしていければなと思います。はい、すいません、長々と最後までお話し付き合っていただきましてありがとうございました。